雪の先から現れたのは大量の車。止まることができず追突すると後続の車両も相次いで衝突します。ホワイトアウトの影響は事故だけではありません。当別町では先月25日から26日にかけ、吹雪によるホワイトアウトや吹きだまりが相次いで発生。町内では27カ所で合わせて40台が立ち往生しました。除雪車が取り除く吹きだまりは高さ1メートルを超える場所も。雪が真横に降ってる状態で吹雪が止まなかったんで、さすがにちょっと身の危険を感じましたね。町によりますと、スタックしていたのはほぼ町外の人で、近道をしようとして町道に入り込んだのが原因の一つと考えられています。1月に車がスタックした現場ですが、防雪柵などはなく吹きさらしの状態です。そして今少し雪が降っているだけで、どこまでが道なのかすらわからない状態です。付近の住民に話を聞くと、このくらいの高さまでここ塞がっちゃって、もうここ吹き溜まりがすごいんです。ここら辺は常時、風つけば吹雪し、雪が軽いから、それだけでなお冬は出ないべんだ。危ないと思ったら。農地が多い町内に石狩湾から風や雪雲が入り込むと、障害物が少ないためホワイトアウトや吹き溜まりができやすいといいます。現場付近では取材中にも、今雪が降っていて風も強くなってきました。前から車が来ましたが、本当に直前になるまで車のライトすら見えない状態です。そのため住民はもしもの備えを怠りません。ヘッパーと引っ張るやつとスコップですね。天気悪い時ここに積んで持ってきてます。手ぬぐいとかタオルケットですね。ヘルパーも自由機がないときにヘルパーの上に乗っけてやってます。これスコップ、長持ちのスコップに、ここに引いてあるけどさ、これ今日もうさ、寒いときは痛くなったこと切ればいいでしょ。今まで来てきた中でね、雪国に住むもの の常識だね。吹雪などの際に外出が必要な場合、ガソリンや携帯電話の充電をフルにするほか、幹線道路を通ることなどが重要です。